高岡編3回目、どんな出会いがあるんでしょうか。高原家のわらしべ長者の旅、今回は高岡市周辺で買いこと狭い。町に詳しそうな紳士を見つけたので声をかけてみることに。どっか紹介してもらえませんかね。買いことしてくれそうなところ。あと、まあ、この町内ったら昆布屋さんね。塩谷屋の昆布屋さん。塩谷の昆布屋さん、うん、あそこも顔聞きますか。いや私は、いや普段はどうこうします。顔が聞くっていうことですかね。ありがとうございます。そこに塩谷に昆布ですね。そうか、あっちの昆布屋さん。こんにちは。昆布の香りがしますよ。こんにちは。こんにちは。スター、我が町のスターですから、あとゆっくり聞いてください。ちょっとすいません。はい、買いことなんですが。あ、はい、今日買いことしてもらえるかなと思って。ああ、大丈夫ですよ。大丈夫ですか。ありがとうございます。さすがですね。ありがとうございます。名刺、ここら辺の大物ですか。全然。いや、大物でも全然。どうもありがとうございました。ありがとうございます。おたや通りのアーケードを抜けて高岡大仏に向かう途中にある塩谷昆布店。かなり古いんですか。まあ古い言ったら古いですね。あ、何年ぐらいなものなんですか。昭和5年、7年か。あそのじいちゃんの、その父親のその前からやから、はい、数々の著名人も訪れたようで、サイン入りの色紙がこんなに。本当だと何かに気づいて笑い出すタイラーナ。ドラえもんドラえもん。ハットリくんの方が近いが出てくる。鈴首元鈴っぽいし、あの色が鈴に見える。赤い、うん、ね、今日ここ来るために合わせてきたんだよ。え、そうなんですか。あ、計算通り。あ、確かにドラえもんに見えてきた。ドラ人著名人の中でも親交が深かったのが藤子不二雄 A 先生とか。もうだいぶ古いですけども。これはどうしたんですか。これはやっぱり父親おった時から昔、ええ、その昆布買われとったり。あ、ここで。それも、もう今亡くなった父親の前の先代の時からちょっとそういうのがあって、はい、あって、ええ、すごい。さらにこんなものも。すごいじゃないですか。年賀状のやり取り。すね。うわ、2000年だこれ。うわ、すごい。がありましたね。これすごい。これ買いことするか。ダメだ。あかん。数々の著名人を魅了する塩谷昆布。美味しさの秘密は。これを。削るわ。これだから機械がなんかさささっとやるんじゃなくて、これ昔からながらのだから全く味がこっちが違うね。そうですね。だからみんな食べに行きたいの、食べたいのやっちゃう。機械で削った昆布と手作業の昆布はそんなに違うのか、試食させていただくことに。こちらは機械で削った昆布。これがご飯の友、はい、いい匂いするわ。お酢の匂いが、お酢の匂いの中にね、やっぱ昆布だよね。ああ、じゃあ機械の味。機械の味じゃない。まずそれと、美味しいですけど、ね、でもこう触ると本当にふわふわですね。でもそれ食べてこっち食べたらまた全然違う。違う。うわ、溶けていった。白身も本当にいい感じですね。ちょっと酸っぱさもあるんですけど、うん、絶対ご飯に合いますね、うん、続いて手作業で削った黒とろろ。酸っぱみはこっちの方がある。これは酸っぱい。見た目も違う気がしますね。多分こっちの方がうまいじゃないかな。あ、違うんだ、うん、細かいです、こっちの方が昆布が。
あの口に入れた瞬間にやっぱ酸っぱさが早めにスッと入りますね。そうですね、そうですね。この凄さ、すごいね、昆布の技。これからも一つ、いや、よろしくお願いします。いいものばっかり教えてもらって、一緒に見せていただきました。最後にいつものボールペンと買い子としてもらおうとしたところ、うん、あるのか あるのか、ね、これどこのものだこれ、ここどこからもしたこれ、全く同じじゃないですか。あ、これ偽物だわ。でもこれもう、ま、あのインクなくなってんじゃん。なくなってます。なくなったよ。ちょうどよかった、新しい、ちょうどよかった、新しい、取り付けて、まあ、今食べた黒とろろでもよければ。わいいですか。いいです。藤子不二雄 A さんも愛した手作りの黒とろろをいただきました。カイコと